レナート・ババル・ソブラルは、ブラジルの男性総合格闘家。リオデジャネーロ州出身。レイニ MMA、キングス MMA 所属。ブラジリアン柔術黒帯。ムエタイ黒帯。元ストリックホース世界ライトヘビー級王者。ニックネームの、ババルは、彼が少年時代によく噛んでいたガムの商品名に由来する。1987年に、 ムエタイと関節技の練習を始め、め、94年からはレスリングも始めた。1999年10月28日、リングスコークトーナメントで初来日。A ブロック1回戦でグロムザザに1本勝ち、2回戦でリーハスベルに判定勝ち。2000年2月26日、リングスコークトーナメント準々決勝で遺留品名医に一本勝ち、準決勝で 田村清キ氏に判定勝ち、決勝でダンヘンダーソンに判定負け、準優勝を果たした。2000年6月15日、リングスで金原博光と対戦し、判定勝ち。2000年10月9日、リングス・コーク・トーナメントの A ブロック1回戦でビター・ゼタ・リエルに1本勝ち、2回戦でバレンタイン・オー・フレームに1本負け、決勝ラウンドへは進めなかった。 2001年2月24日、リングスで同じく予選ブロックで敗退した田村清氏とワンマッチで再戦し、判定勝ち。2001年6月15日、リングスワールドタイトル決定トーナメントのヘビー級1回戦で、高差勝吉に判定で勝利するが、8月11日のトーナメント準決勝で、エメリアエンコヒョードルに判定負け。2001年11月17日、 UFC 初参戦となった UFC28 でモーリス・スミスと対戦判定勝ち2002年11月22日 UFC40 でチャック・リベルと対戦し左ハイキックで小負けこの試合後一時 UFC を離れた2003年9月6日 IFC 世界ライトヘビー級王座決定トーナメントに出場1回戦で トレバー・プラングリーに判定勝ち、準決勝でマウリシオ将軍に一本勝ち、決勝でジェレミー・ホーンに判定勝ちを収め王座獲得に成功した。2005年4月16日、2年半ぶりの UFC 参戦となった UFC52 でトラビス・ビューと対戦し、腕ひしぎ十字固めで一本勝ち。2006年8月26日、UFC62 の世界ライトヘビー級、 タイトルマッチでチャックリデルと再戦しパウンドにより TK オフを喫し王座獲得に失敗した。2007年8月25日 UFC74 でデビッド・ヒースをアナコンダチョークで破るがヒースがタップしているにもかかわらず締めを解かず失神させた。これが試合前の計量時に挑発してきたことに対する報復行為であったと認めている。試合後には ネバダ州アスレチックコミッションより2万5000ドルの罰金が課せられた。また、ほどなくして UFC から契約の更新がないことを通告された。2007年12月9日、フィリピンのマニラにて開催されたリング・オブ・ファイアにジョシュ・バーネット率いるチームの一員として参戦。ロドニー・ファベーラスに片方めで一本勝ち。2008年7月19日、 アフリクション旗上げ戦アフリクション、バンドでマイクホワイトヘッドと対戦し、判定勝ちを収めた。2008年11月21日、ストリックフォース初参戦となった、ストリックフォースデストラクションの世界ライトヘビー級タイトルマッチで、ボビー・サウスワースと対戦。肘打ちで顔面をカットさせると、1R 終了時ドクターストップによる TKO 勝ちを収め王座獲得に成功した。 2009年1月24日、アフリクション、デイオブレコニングで、即時と対戦し、アナコンダチョークで一本勝ちを収めた。2009年8月15日、ストリックホース世界ライトヘビー級王座防衛戦で、挑戦者ゲガールムサシと対戦し、開始1分パウンドで小負けを喫し王座陥落した。この試合は8月1日にアフリクション、トリロジーで開催される予定であったが、 同工業が中止となり、そのままストリックフォースにスライドされる形になった。2010年6月16日、ストリックフォース、ロサンゼルスで、ロビーローラーと195ポンド契約で対戦し、3から0の判定勝ち。12月4日、ストリックフォース、ヘンダーソン VS、ボブルで、ダンヘンダーソンと対戦し、パウンドによる小負けを喫した。 2012年6月23日、1FC 初参戦となった 1FC4 で、水野達也と対戦し、腕ひしぎ十字固めで一本勝ちを収めた。2013年1月17日、ベラトル初参戦となったベラトル85の、ライトヘビー級、トーナメント1回戦で、ミハイル・ザイツと対戦し、パウンドで TKO 負けを喫した。2013年6月19日、 ベラトル96のライトヘビー級トーナメント1回戦でジェイコブノイと対戦しスタンドパンチ連打で TKO 負け2連敗となり試合後に引退を表明したありがとうございます